大きなその味わい方ってね、やっぱり精度が悪くなるとスランプも長くなりますからね。この当たりはレフトホームラン、阿部に続いて坂本、しかもフラグルとストレートの今少しね、もう100ルット超えるボールがなくなってますんでね。チェンジアップを生かすためにもやはりアウトコースのストレート、これをしっかりと投げ切ることが大事だとは言ってますけどね。打者は作って、これはどうでしょう、打球が伸びていきます、届くか、どうだ、入りました、坂本がすくい上げて先制ホームラン、島一文字の若松、坂本がすくい上げて先制アーチ、まあ、ベイスターズのこのキャッチャー戸柱君はちょっと後ろで動きすぎますよね。そういう印象ですか。サイドアウトコースってバッターはね後ろ差しできるんで、変化球をバットのセンター、しかし伸びていく、打たれましたが片岡をショートフライに打ち取り、ツーアウトランナー2塁、牧隼人、これも強い当たり、風が吹いていって重信が見送っていくが、投げましたホームラン、坂本勇人がホームランを放ちました。これで白組が同点に追いついています。坂本のホームランで白組同点、レフトへのホームラン、強烈な打球を放ちました。松井秀喜さんもさあこの表情どうでしょうか。赤組のレフト重信ですが、早々と打球を追うのを諦めました。
高木隼人からツーランホームランを坂本が放っています。高めのボールですが、こうさばいていってレフト中段まで持っていきました。この高さに持ってこれるようになりたいですね。怖い4番の坂本です。緩いカーブだ。セカンドランナーはサードを回って北回ってきた。いいボール来て勝ち取れない。先制点光星学院。バッターとすればいったと思ったと思いますよ。はい、柳田君は今の表情から言ってやっぱり自分がまだまだダメなんだなという表情してましたんで、はい、まあ、点数にはならないんですが、光星学院としては今みたいな打球でですね、はい、ムードを上げていけばいいと思いますね。いけるんだと。柳田を心理的に攻めたいと坂本の当たり伸びる伸びる伸びる、入りました。